どうもみなさんこんにちは2019担当スーパー速習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります担当いたしますアレクセン人講師の豊岡と申しますどうかよろしくお願い致しますはいそれでですね今回から全9回にわたりまして私の方から行政法規ですねについてねあの講義を行ってまいりますぜひね しっかりと私ね大事なポイントに絞ってお話をしますんでぜひねしっかりと押さえてねそれで問題を解けるようにしてで担当に受かっていってください。いいですねもう毎年この「速習からねいっぱい合格してますんでぜひねしっかりと講義くれぐれもねあの聞き漏らしのないようにね私大事な点ポン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 喋っていきますからよろしいですね。でまず最初にですねその使用する教材ですねちょっとこれ確認しておきましょう。で いしょこちら、ね、この2019合格基礎テキスト行政法規、これを使って、ね、あの講義を行ってまいります。基本的にこのテキストの順番ですね、このテキストの順番ですね、ちょっとね、お、研究家って感じですけどね、こんな形で、ね、テキストの順番に従って、ね、この講義を行っていきます。で、最初がまあ、ね、今日このあとすぐやりますけども、都市計画法ですね、都市計画法。で 順々に進めてまいりましてこの29番ですね投資番号29番の地方税法ですねここまで従いましてページでいきますと314ページですね314ページまでこちらねこちらまでは一応地方要するに地方税法まではしっかりと。 ここののをやりたいと思ってます。ねでこの後ですね、土地収容法不動産登記法あと不動産証券化関連法令っていうんですけどねこの3つ、ね、私これ浦三兄弟って呼んでるんですけどこれは飛ばします、ね。もう費用対効果とか考えてみてもねとてもここまでなかなかこう手が回らないっていうのが実情ですので、ね、この後ろの3つにつきましては基本的に飛ばします。で土地収容法っていう法律があるんですけどこれね範囲が広いんですよ範囲が広い。 で、一応毎年一問出るけど、範囲が広い。ね。で、非常に負担も大きいってことで。飛ばします。あと。不動産登記法ですね。不動産登記法、これもやっぱり。基本的に飛ばします。ただ、皆さんの中にはね。宅建受けた方、かなりいらっしゃると思うんですよ。で、宅建の時に、不動産登記を勉強してる方もいらっしゃると思うんですけど。そういう方は別にやっていただいても構いません。ただ。宅建で出る不動産登記法の問題よりも。行政法規で出る。あの、不動産登記法の方が。細かいです。 細かいね、だからもしまだねあの宅建受けだった方ね宅建受けった方はあの宅建の時使ったテキストがまだお手元にあるんであればそれを見て一応、ね、宅建でやった知識だけ固めてそれで、まあ、実際、ね、行政法規の問題、ね、どこまで解けるかなって形でやって頂ければいいと思います。特に改めてね行政法規特有の不動産投法の知識を抑えるってことはなさらない方がいいと思います。結構細かいんですよ で,そこまでなななかか、ね、実際手回らいいと思いますこの後、ね、行政法規勉強していきますすけど非常に範囲が広いですからいいです、ね、ですすねから一応宅見受けたっていう方あるいは他の、ね、国家試験で不動産投票を勉強してるってい方はねその既存の知識で、まあ、問題を解くという形で臨んでみてください改めてプラスアルファで勉強はしないでこれが私はいいと思ってます。であと一番最後の不動産証券化関連法令ってありますけどこれね非常に内容が高度です。 ですからやっぱりねあの費用対効果とか考えてみてももう切ってしまう、ね、これが一応ベストと思ってますんで、ね、ですから最後の3つは飛ばします裏3兄弟う従いまして一応地方税法まではなんとかねしっかりと見ていきたいと思ってますんで,、ね、であともう一つ使用,、まあ、し使用はしないんですけどもこちらですねよいしょこの足別行政法規ですねちょっともうちょっとよいしょこれいわゆる過去問集です 過去問集、過去問っていうのはね、あの本番で出たね本試験問題ですね。これをまとめたやつね、本試験問題をまとめたやつ。これを過去問集って呼んでますけどね。レックではこの足別ね足別っていう形でね過去問集を出してます。でこれは基本的に皆さんの方でねいわゆる読習用ですね。ご自分で勉強なさる教材としてお使いください。ただただね一応この小占でもね場合によっては ちょっとねあの問題ちょっと皆さんにご覧いただきたいという場合もありますのでできれば一応この講座を聞きになる時もねこの足別も合わせて一応ご用意いただければと思います、まあ、仮に忘れてもねあのこのプレゼンターの方にですねこんな形で、ね、こんな形で写しますから全然心配いりません、ね、もし忘れても大丈夫ですからね一応できればご用意いただければと思います、ね、ですから一応まあそんなところですねこの合格基礎テキストを使って、ね、順々にお話をしていきます で、別にで、あの、別途、あの、担当合格コースというのがありまして、ね、レックで、ね。あの、まあ、売ってる、まあ、担当用の講座なんですけど、担当合格コースの中の担当合格講座。っていうのがあるんですね。これは、行政法規は全部で14、十四、十四個もで,ですね。全部で十四回。これを、この速習講座行政法規ですけど、九回、九回。 だから14回でやってる担当合格講座をこの即習講座は9回に圧縮して皆さんにお話をしてきますんでね当然メリハリをつけます。またある程度ある程度ねあのしゃべるスピードが速くなることもあろうかと思いますけどでその辺はねあのご容赦ご容赦いただければと思います。大事なポイントはししっかかりお話しますからねで実際さっきも言いましたけどね毎年この即習からいっぱいね担当合格者出てますから。 ですからこれをねこの講座を信じ切ってまたできるだけ私たち講師のねあの言う通りに勉強なさってで受かっていってくださいもうおそらく皆さんの大半がねもう悩んだりね迷ったりしている時間ないと思いますねもう時間がないっていう方はこの即死毎年おあのお買いになられるんでねですからもう私たち講師はねここはこうやってくださいここはこれぐらいだけ抑えればいいですよそれ以上は勉強しなくていいですよっていうそういうラインをしっかりと ね、あのお示ししていきますからぜひそれを信じて、ね、くれぐれも余計な勉強はなさらないように気をつけてくださいもう時間がないですからもう重々承知してますからいいですねであとそうですね一応この講義ね今申しましたように基本的にこのテキストに沿ってねやっていきますけどもちょっとね適当にちょっと開けてみますとですねこんな感じで、ね、例えばこれ9ページです。 例えばこれ9ページなんですけどこんな感じで開けていきますと絶対に皆さんに覚えてほしい知識はこのピンクのマーカーですねこれでお示しをしてますこんな感じでで必ず必ずですよ皆さんの方に置かれましても私がねこの後こうあと講義の中でねここさこのピンクのマーカーの箇所印つけてくださいねって申し上げたら必ず印はつけてください同じピンクのマーカーである必要ありません 別にあのマーカーでなくてもねあのボールペンでもいいしねあるいは場合によってはシャーペンでねアンダーライン引くだけでも構いませんからとにかく大事なね箇所は全部私ピンクのマーカーで皆さんの方にねお示しをしていきますからそこは必ず覚えてください。いいですねであと、まあ、今回の新しい取り組みなんですけども今回ねあの青のマーカーも実は使ってます。これ昨年度まででしたら私全部ねピンクのマーカーだけだったんですよ。 でも、実を言うと、ここ一二年の行政放棄の傾向ですね。若干変わってきてるんですよ。これ、従来からね、従来から、まあ、過去問の焼き直しですね。さっき言いましたけどね、過去に出た本番の焼き直しが、えっとね。まあ、六割、多い時七割ぐらい、行政放棄ですね。出てたんですよ。これは、宅建受けた方、お分かりなと思うんですね。宅建もそうでしょう。過去問の焼き直し、焼き直しっていうのは、同じ知識なんだけども。ちょっとこう表現を変えたり、あるいはちょっと。 聞聞いいてててくるる角度ちょっとと変えたりとかして聞いてる知識同じねそういうのを焼き直しっていいますけど他県と同じ行政法規も以前はね6割から7割ぐらいかな結構焼き直しが多くてもうとにかく過去問だけやってれば OK だったんですよところがここ12年ですねちょっと若干です若干傾向変わってきててもちろんベースは過去問で聞かれてる過去問で繰り返し聞かれてる知識はベースなんですよ。たただ若干過過去去問問じゃなないいいで聞いたことのない 知識問題も最近聞いてきてます。で、そういう問題に対どうやって対応したらいいかっていうと、ね、一つはね、この即習講座を聞きなった後、担当実践討論、そして公開模試をしっかり受けてください。ね、その中でいわゆる初見の問題言い換えると過去問で聞かれたことがない、皆さんが初めて目にするであろうそういう知識問題も担当実践だとか公開模試で出しますから、それでちょっとトレーニングを積んでください。いいですね。 でそれプラス行政法規についてねこういう青のマーカーこれね青のマーカーでお示ししたところは理由だったり、ね、条文の趣旨だったりあるいは制度の目的だったりするんですよそういうところを今回私の方でね青のマーカーカでお示しをしをてますあの法律を勉強するときにね条文の趣旨だとかあるいは制度の目的だとかこういうのを押さえておくとね見たことがない問題が出た時にもね その趣旨とか目的からね推論を働かせてこうなるんじゃないかなっていう結論を導けるんですよこれが大きいんですよ特に皆さんが担当に受かって論文に行かれるときに、ね、民法でまた民法でそのときを教えしますけども民法でこういう力が要求されるんですよね全部が全部条文で規定されるわけじゃないそういう見たことのない問題のときもね条文の趣旨だとか制度の目的に立ち返ってそこから演繹的に考えるとこうじゃないかな こうなんじゃないかなね。そういういわば当たらず、とも遠からずの結論を導けるようになるんですよね。そのために今回ね。新しい試みとしてこういうね。出旨だとか目的だとか、あるいは理由の部分ね。理由付けの部分について、こういう青のマーカーでお示しをしてます。ただ、ここはこのピンクのマーカーほどね。絶対ガチガチに覚えてねえっていうほどではないんですよね。ですから、ちょっと色を分けて青にしてます。で、皆さんの方に置かれましたら。とにかくね。 も皆さんもう時間がないと分かっているんです私重々知してますねしたがってあんまり手を動かしたくないでしょうねだからこの青のマーカーのところはね場合によっては本当にアンダーラインでもいいです、ね、それよりもとにかく何回もね申し上げますけどピンクの箇所はしっかり覚えていてくださいこれがベースになりますからいいですねそういう形でねでそういう形でどんどんね講義をやっていきますであとこの足別の使い方なんですけどもね この講義に合わせてね講義に合わせて足別をやっていくって方もいらっしゃるんですけど私としてはねできればとりあえず先に講義を一通り聞き終えてから足別、ね、この過去問集である足別行政法規に取り組んでいただく方が私はいいんじゃないかなと思います。ね、やっぱり先が分かんないうちにねこの足別やるよりもとりあえず一通り講義を聞きになった方がねあ,あそこまで覚えればいいんだなあそこまで知識を抑えればいいんだな先が見えた方がね あの足別やると、ね、精神衛生上いいと思うんですよ精神衛生上とにかくこの試験ストレスかかりますから少しでもねそのストレスを減らすって意味でもねまずは工業を聞きになって全体像を把握してあっ、ね、ここまでやればいいんだなそういう執着点が見えた上で足別をやられた方が私は結果的に効率がいいと思ってます。ね、であとちょっとそうですねあと足別のやり方なんですけどもこちらね、まあ、一応今回上官当然これ下巻もありますからねちゃんと2冊。 やりましょうねで、まあ、どこでもいいんですけども例えばちょっとねこれ上官24今ちょっと開けたら24ページだったんですけどもょ、ね、ちょっと開けてみてください。もうご覧になられてる方もねあの大勢いらっしゃると思いますけど例えばこれ69番問題こう上がってます。でこの右下に上がってる数字これ平成18年の8問目の2番目の足として出題されましたそういう意味です。 ね、これ平成18年下が70番がこれ,これもですね平成18年、ね、あとちょっとその下行くと71番これが平成24年ですねそういう形で、ね、これを示してますんで,であとこの問題のすぐ右横にこの星印が、ね、これ表示されてますこれ重要度です重要度星3つが一番重要ですですねその次が星2つでちょっと下を降りてっていただいて星1個ありますこれは細かいんで 基本的に飛飛ばばししてていいです飛ばしていい。いいでです、ね。すもう皆さん時間もないと思いますから従いましてこの星3つと2つをしっかり固めてくださいよしですねでちょっともうちょっと申し上げておきますとねこの星2つなんですけども皆さんが実際にね足別に取り組まれるとねこの星2つで出てくる知識あれ結構これ細かいんじゃないかなこれ星1個じゃないかなそういうのもおそらくちょこちょこ出てくると思います。で、 なんでそういう細かいのをね星一個にしないであえて星二つに入れたのかねさっき言ったように星一個にしてしまうとねもう基本的にもう皆さんにやらなくていいですよそういうふうに申し上げてますそうすると星一個にしてしまうとね皆さんが全く目に触れないで本試験会場に行くねそういう可能性が当然高いわけですよだけど細かいけどね細かいんだけど一回は見といてほしいな知識っていう知識が結構あるんですよそういうのを無理やりまあ無理くり あの星2個に入れてるんですよ。ですからそういうことね、星2つやっていかれるとちょっとこれ細かいよなそういうの出てきますけど、でそういう趣旨で無理くり星2つに入れてるってこと、一応ご承知ください。いいですね。で、あと三回戻りますよ。この左の問題ねの解説がすぐ右のページですね。こちらこちらに上がっています。で、誤りの場合がバツね、正しければ丸ねこういうふうに表示してあります。で、しっかりとね。 あの解説もお読みになってください。特にまあ、丸ですね。丸の場合はね、この解説読んで、この意味ですね。一応、意味をご自分で考えてみてください。単にあっ、あっつたあってた、はい、終わりじゃなくてね。最近の本試験の問題、結構考えさせる問題もね、聞いてきてますからね。読んでね、この条文、どんな趣旨だったっけね。そういうのを自分なりに押さえればオッケーです。自分なりです。自分なりで、で、自分なりっていうのは。 正しいかどうかっていうのは極端なこと言うと二の次ってこと。どうしてかというと、正しいかどうかの検証なんかやってる日もありません。ね、いちいち役所に問い合わせるのか、あるいは専門書取り寄せるのか。実際、本、本屋行ってもね、こういう、まあ、都市計画法とか建築基準法あたりはまだね。ちょこちょこ本が出てるんですよ。でも、それ以外の行政法規の法律になるとね、ほとんどそんな専門書出回ってないんですよ。だから、調べる術がない。だから、だから、自分なりの理解でオッケーです。 でぜひ、ね、覚えておいてほしいのが行政法規勉強する時のポイントがね,ねだから正しいかどうかとりあえず置いといていいです。で自分なりの理解でいいからこれこういう趣旨かなこういう意味かなこういうイメージかなそんな感じでざっくりでいいその代わり暗記は正確にやってください。ね、知識がぐらついていると問題解けませんからだから、ね、理解はざっくりしかし知識は正確に。 暗記、ね、これをぜひモットーに行政法規やって,ってくださいいいですすねでちょっと続きますよであと逆に誤ってる足、ね、こういう時はぜひね解説を読んで左の問題文の、ね、どこが誤ってるのかこれを解説を読んで必ずえぐり出してくださいまさにえぐり出すってそんな表現ですねえぐり出す漫然と解説読んであ間違ってんだなはい次っていうような形でやってるといつまでたっても力がつきません また最近の本番の傾向にねあの対応できませんからねどこ誤っているのかしっかりえぐり出してくださいいいですねでそれで終わりじゃないんですよで最後ご覧ください各足の最後にテキスト P いくつって載っけてますこのテキストは当然これです合格基礎テキストで必ずね面倒くさがらずですよこの該当箇所を開けてくださいねこれであれば全部 P12 で開けて 該当箇所にもしまだねピンクのマーカー等で、ね、あの印がついてなかったらご自分で印をつけるあるいは必要な場合には書き込みをするとかしてとにかく必ずこの足別をやったらね最後は合格基礎テキストにフィードバックしてほしいんですよ。で基本は基本はこれねこういう形でこういう形で 大事なところについて私の方で講座内で皆さんにねマークしてくださいね印つけてくださいねと申し上げていきますけどねちょっと細かいかなっていうものについてはね講義時間との関係でマークねあのしない場合もありますでそういうものについてはねそういうものについてはこれを見てね足別をやられた後もしマークがついてなければマークをしてほしいんですよでも大半はね星3つと2つぐらいだったら大半がもうすでにこの講座内で皆さんにマークしていただいているものになると思いますから。 そんなに、ね、皆さんの手を煩わすことは、ね、ないかと思いますけど場合によってはねまだ口座内で取り上げてなくてマークしてない、ね、そういう知識問題が出てくる場合もありますからそういう場合必ずこの該当ページを開けて該当箇所を見つけて印をつけてってほしいんですよ。いいですねでそうすると最終的にはこの口座内で大事な知識さらには足別をやって抑えた、ね、また重要な知識全部この合格基礎テキストに集約できるじゃないですか。 そしたらあとはね例えば皆さんおそらく大半の方が仕事をお持ちにねお持ちのまんま勉強されてると思うんですけども仕事のね行き帰り電車の中バスの中もこの合格基礎テキストめくればもう大事な箇所も一目瞭然じゃないですかあと覚えていくだけですよもう全部印つけてるの講座内でもそして足別やっても全部重要な箇所はテキストの印がついているからあとはそういう大事な箇所こういうところをパラパラめくってね通勤の この電車の中、バスの中、場合によっては自宅のトイレの中でもですよ。これをも持って入って、ね、こうやって見て、あ、ここ覚えなきゃいけないな、ここまだ覚えてないな、ね、そうやって覚えていけばいいんですよ。そうやれば仕事持ってとって勉強できますもん。いいですね。ですからそういう形で最終的にはこの合格基礎テキストに重要な知識全部集約してください。ね、あのいろんな資料見ながら勉強するっての絶対ダメですよ。これ一番効率悪いから。 情報は一つのツールに集約するというのが鉄則だからね。ぜひ行政法規これから本当に膨大な知識出てきます。おそらく最後のね、<laughs> あんまり言うとあれなんだけど、七回八回ぐらいになったらもう皆さんね、もういいよっていうふうにおっしゃると思いますよ。ね、もちろんね今通信なんでなかなかじ時間に声を聞きませんけど、おそらくもうそういうお顔をなさると思う。それぐらい膨大です。だからしっかりとね、あの整理知識は整理して,てほしいんですよ。いいですね。 あと合格点ですね担当の合格点について申し上げますともうこれね既にご存知の方も多いかなと思うんですけど2015年が、えーとね、140点200点満点の1407割でしたでこの年はどういう年かっていうと問題が優しかったんですよだからみんな取っちゃったので次の2016年が127.5でした下がりました やっぱ国交省も前年の反省でね、ちょっと問題難しくしたんですよ。で、2017年が135ちょっと上がりましたね。で、今年2018年がえっ、ー、と137.5点でした。まだ若干上がった。で、したがってまあだいたい7割ぐらいを目標にしてね、ちょっと勉強なさってみてください。ただね、実際本場で何点取ろうとかあんまり意識しなくていいです。 どうしてかというと皆さんご存知だと思うんですけどこの一次の担当式試験ってね二、まあ、次の論文もそうなんだけど合格率が一定してんですよ。大体いい担当の場合33%ぐらい大体だ,いいだから上位、ね、3人に1人でも合格ライン引きますからだからもし問題が優しくてみんなできれば当然合格ラインは上がる逆にみんなね問題が難しくてみんなできなければ合格ラインは下がるとただそれだけですよ。とにかく上位3分の1で合格ライン国交省引きますから。 だから何点取る、ね、一応目標を持つのはいいですけどただあんまりいたずらにその点数にこだわらない方がいいと思います。で一応の目安を申し上げておきますと次の二次の論文も考えるとやっぱり理論はねある程度鑑定理論はがっちり取る特に最近鑑定理論は取りやすいですから、まあ、一応8割ぐらい理論でで行政法規はね行政法規最近ちょっと難しいです、ね、だから一応7割を目指しつつ多少取りこぼしても6割ぐらいに止まるような勉強をやってほしいんですよ。 そうすると理論と行政法規合わせて7割でしょね。ただまず受かりますからね。一応の目安でね。あんまり目標の点数こだわらないでくださいね。で、あとそうですね。うんとね。あとそうだ。あと改正点ね。一応、この速習の中で直近の改正点も全部お話ししますから、もちろんメリハリつけてね。だから改正点はあの心配しなくていいです。この講座内で取り上げますからいいですね。そんとこですね。あ、あとそれからこの行政法規で全部で9回あるんですけども。 ちょっとねテキストですねちょっと見ていただきたいんですけどもよいしょちょっとも開けてください目次ですね目次えー、っとねこちらでまずこの1番が都市計画法2番が建築基準法、ね、これ宅建築やりますよねであと3番が土地確整法4番が都市再開発法そして5番がマンションの建て替え等の円滑化に関する法律 ね、これいわゆる円滑化法って呼んでます名前が長いので私ね俗に円滑化法ってね、これ言われてますし私そういうふうに呼んでますけどもこの5つはボリュームがありますボリュームがあるまた非常に重要な法律なんでこの5つでほぼほぼこの講座全9コマね、全9回ありますけどほぼほぼ半分ぐらいの時間使うと思っていてくださいいいですね全9回のほぼほぼ半分はこの5つの法律に 使いますでこの円滑化法が終わっちゃうと都市緑地法以降はねそんなにボリュームがある法律ないんですよだからもう試験に出とこだけポンポンポンと押さえておけば十分問題解けますから全然心配しなくていいよしですねそういう形で、まあ、そんなとこですねであとそうですね、まあ、あとほぼほぼね一応皆さんにはお話をしましたねうんそうですねとにかくく理解はざっくりね 暗記は正確にでこれを元にいきましょういいですねじゃあちょっと中身開けてくださいテキストですねこちらまず目地の次ちょっとこちら開けてください「出題法令英軍編」っていうページですねこちらちょっと開けてくださいちょっと大きくしますよこちらで「英軍編」ってどんな意味かって言いますと上がこれ出題年度ですね平成20年 でこちら29年で、平成30年はこれちょっとね申し訳ないんですけどちょっとテキストの制作時期ですね試験と、ね、テキストの制作時期との関係でちょっとね30年乗っけてませんけどこれ上が年度でこの各法律が出た年は丸丸したがってこの A 軍って見ていただくと毎年出る法律を指してんですよ毎年出る法律で逆にちょっと右のページご覧くださいこっちは B 軍 B 軍 で、これもご覧いただくとすぐ分かりの通り、年によって出たり出なかったりする法律を指してます。そうすると行政法規で出るね。法律って全部で37あるんですけど、全部が均等にベターと出るわけじゃないんですよね。こうやって毎年出る a 君と年によって出たり、出なかったりする b 軍。b 群こういうふうに分かります。であれば当然どっちからやるか。といえば a 群ね。毎年出る。a 群からやんなきゃいけないで。しかも。 ご覧くださいまず一番上が都市計画法この左横の番号これは出題問題数です出題問題数毎年5問出ますでさらには上から2段目の建築基準法これも同じくね毎年5問出るするとなんとこの時計と建ね都市計画法と建築基準法の2つで10問10問で行政法規は鑑定論と同じく毎年40問出ますからもうすでに 四分の一かこの二つで占めてるってこと。で特に皆さんの中で宅ケンをやりになった方はもうね基本的にはもう四分の一は勉強やっちゃってるんですよあと下部ご覧ください土地開発療法これも宅ケでやりますねこれも行政法規で二問出ます。あと都市再開発法ねこれも二問出ますけどこれは宅ケでやりませんね都市再開発法はね。でちょっと下行きましてあと不動産の鑑定評価に関する法律これも二問出ます二問出る。 ね、もちろん保管とか全部一問ですよ保管は全部部一一問問でですすよはいいねあと国土量計画法とか農地法とかこういうのもねあと地下工事これもそうですねこれも宅見でありますよね。でずっと下行っていただいてこれさっき、ね、申し上げた裏三兄弟です土地収容法やんなくていい不動産登記法ねこれも宅見やった方だけねその既存の知識で解くようにしてみてください新たに知識は足さない方がいい、ね、新たに勉強やる必要ありませんからその意味でこれも抜ね。あとちょっと右のページいきます。 でこちらが B 隊ってことで都市によって出たり出なかったりするやつでしたいいですね。でね、ちょっと一番上の都市緑地法と上から二段目の景観法ちょっと見ていただきたいんですよ。これ交互に出てるんですよ。交互にこの矢印はそういう意味です。私のでちょっと手書きでね、ちょっとお示ししたんですけども、一応平成20年はね両方同時に出たんですけど、21年以降はね景観法が出ると都市緑地法がお休み。 都市緑長が出るととともううう個の警官法をお休みそいこです交互に出てるそういうこと,ううことちょっと変わった出題の仕方でしょこれも行政法規の特徴なんですよでさらにちょっと下行っていただいてあ,あとそれから <laughs> これね宅建業法ね卓を受けた方にとってはお,おなじみですけど申し訳ないですけど B 軍です B 軍ねで,でもほ,ほぼ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 ,、ね、ほぼほぼ毎年出ますから一応 A 軍と思ってたらいいですでしかも優しいです 宅建で出る業法宅建業法よりもはるかに簡単なんでだから立憲おやりになってた方はね本当に確実に得点できますねこれはねでちょっと下行っていただいてこれもそうです道路法と河川法とでとっていうのはこれ海岸法とこういう水面を向けて法を指すんですけども、ね、この道路法と河川法とこれもこれ候補です一方が出ると他方がお休み他方が出ると一方がお休みそういう感じですねでその下これもそうです自然公園法と自然環境保全法これもやっぱりね 自然公園法が出ると自然環境保全法お休み自然環境保全法が出ると自然公園法がお休みとそういう関係ですこれ面白いでしょう、ね、で最後これがさっきお話をしたね裏三兄弟の一ついわゆる不動産証券化関連法令です一応4つあるんですよ4つあるただ出題見てみるとほとんどがこれですね下から2段目の投資信託及び投資法人に関する法律いわゆる投資法これがねずっと聞かれててあと時々ね この不動産特定強同事業法いわゆる不特法ですねこれが出たりとかしますでもね実際ここまで準備できる受験生は本当に少ないですね手が回らないです手が回らないだからやっぱりこれもバッテンとやんなくていいですもちろん皆さんの中でねこの法律ねあのお仕事等の関係でねもうすでに予備知識あるよって方はやっていただいて構いませんいいですそれただそうじゃない方ねそういう予備知識ない方は新しくね 手を出すすようううななはしないいいででくださいそういう趣旨ですもちろんこれ皆さんが鑑定士になられた後はねこの辺の知識やっぱり必要になってくると思いますでも今はとりあえずね担当に受かるのが急務ですから、ね、それが今の目標ですからだからそういうね担当に受かるっていう観点からいけば今はね呼び知識のない方は手を出さない方が無難ですだからバッテンいいです、ね、そうするとねこの左の英軍の中の「バッテン」これ2つと。 あとこちら B 群の一つこれで裏三兄弟って呼んでます。で次ちょっとこれらのページご覧ください。今度こっちですね。今度参考資料の1ちょっとこちらご覧ください。でこれはねまこれから皆さんがね行政法規で勉強なさるときにねもう頻繁に顔出すんですよ。そういう言葉をじゃ私の方でね載っけましたんでこれもイメージです。あの正確な意味ないのか聞かれませんから。 ご自分で、あ、この言葉こういうことなんだなっていうご自分なりのイメージをね、あの持てればそれでオッケーです。それ以上踏み込まないでください。時間もありませんから、いいですね。でまず丸一の広告、これはね、今後頻繁に顔出します。広告はね。でこれはま刊報、刊報というのはこれ国が出す新聞ですね。政府が出す新聞ね。であとこれ新聞、これ一般紙です。あと広報っていうのがあります。 これは漢方と違って地方公共団体が漢方に準じて発行する文書これを広報と呼んでますでこれに乗っけるのはやっぱ広告ねあとインターネットへの掲載これもまあ広告ですね今国とか国のいろんな省庁とかあとまあ地方公共団体もそうですけど大体あのホームページ持ってますよねだからそういうホームページに載っけるでこれやっぱり広告になりますねであと一番古典的な広告がこれですね最後の。 市町村、ね、地元市町村役場の掲示板への掲示これが一番古典的なこの広告ですねで広告ってこれ字を見ていただくと公に告げるって書くでしょうだから、ね、簡単に言えばね要するにまあ何て言うんですかねこれもう読んで字のことをして「公に告げる」ねこれ「知らしめる」ってことですね「知らしめる」「住民に知らしめる」そんなイメージですね「告げる」「公に告げる」ね「住民に知らしめる」そんなイメージで押さえておけば OK です で、あと2番の丸2の縦覧と閲覧。これは1回目通しておけばいいです。こんなのはね。で、次はちょっと気をつけて。あの押えます。次の丸3です。4つ出てます。許可認可承認届出で1番下のコ米印ご覧ください。これかっこ1の許可が一番厳しくで2番3番が中間だよ。でかっこ4。届けでこれが一番規制が緩いよってことで、ちょっとイメージからいくと。 こんな意味ですよね、矢印いくとね上から下に行くに従って規制ですとにかくね行政法規ってこれ規制をかけますからね行政法規で勉強する法律ってとにかくねこれ規制をかけますからその規制っていう視点で見てほしいんですよこちらで,ですねそうすると一番規制が厳しいのが許可でこれご覧ください原則禁止です 原則やっちゃダメだよで、これを例外的にやっていいよっていうのが許可なんですよ例えばちょっと右の例をご覧ください車の免許これ免許とは言ってますけどこれ法律上は許可ですね。原則車ってこれ運転してダメでしょ免許持たない人運転してダメで例外的に運転していいよその原則禁止を解くのがね、これ許可ですからやっぱりこの免許は許可だよそういうこと あと医師免許もそうです名前の上では免許って言ってますけど法律上はこれ許可です、ね。要するに医師免許持たない人はあの医療行為はやっちゃ駄目でしょ、ね。これを例外的にやっていいよって解くのがこれ免許ですからやっぱりこれも許可ってこと。で許可が一番規制厳しいんでこれしっかり頭に入れといてください。この知識はこの後いろんなところで使えますからとにかく厳しい原則禁止、ね、原則やっちゃだめだよそれを例外的に解くのを許可っていいます。で次の番番と3番ですね これコメント印のところにもねこれ「規制は中間だよ」って書いてあるんですけど認可と承認ねこれともに原則やっていいんですよ OK ねただ一応同意をもらいなさいとねお墨付きをもらいなさいそんなイメージです認可をもらうね承認をもらうで両者の違いって別にこれ踏み込む必要はないんですけど一応厳密にいくと法律行為に対する同意が認可で事実行為に対する同意が承認というふうに言われてるんですけどただこのね そそもそも法律行為って何なの事実行為とどう違うのこれは民法です。民法でありますから。ね、だからここは踏み込まなくていいです。とにかく対象が違うんだな、ね。法律行為と事実行為。ちょっと対象が違うんだな。ね、それだけ。あと原則やっていいよ。でそれに対するお墨付き、ね。同意。そんなイメージで押さえとけば OK で。この法律行為と事実行為の違いなんか全く踏み込まなくていいです、ね。ただ、一応規制の程度が中間。でそのイメージはお持ちになっていてください。認可と承認。 で、一番緩いのが届出届出、ね、これ監督官庁の通知ってことで、ね、これはもうとにかく一定の手続きさえ踏めばいいんですよこれは届け出だから、ね、だから一番規制が緩いねってことで、ね、ちょっとこれは頭入れといてください。であとね次の「丸四もそうですねこれもしっかりと押さえておいてくださいこれもそれぞれの法律を勉強するときにこの知識使えますから勧告命令両者の違い。 で勧告は法的強制力ありませんしたがって仮に違反したとしても罰則の適用ありませんだからその意味ではまあ強い要望、ね、そんなイメージでこの勧告ちょっと抑えてみてくださいでそれに対して命令これはもう,もう言葉からして何とか皆さんイメージ持てるでしょう法的強制力がありますでしたがって違反すると罰則の適用があるということで、ね、この両者の違いはしっかりと押さえておいてくださいねこれ。 この後いろんな場面で使いますから、ね、で例えば避難勧告避難勧告、ね、この場合は仮にそれに違反してもこれ罰則はないよ罰則はないよじゃあ避難命令,避難命令これは違反した場合には罰則の適用があるよ、まあ、そういう違いです、ね、ちょっとこの勧告と命令違うなこれはしっかり頭入れといてください。であと5番の「政令指定都市と中核市」これはねご存知の方多いと思います。ね 例えばこの政令指定都市50万以上とかってこといろんなねあの有名なね市がありますけどもそこ,そこになるとね都道府県レベルの権限が付与されてるとそういうことでしたねだから同格都道府県と同格そういうことでしたね、まあ、これちょっと軽く頭入れとけばいいですこんなのねであと6番目これも一回ちょっと見とけばいいですガチガチに覚える内容じゃないで行政法規勉強するときにこういうね例えばこれ全部例ですよ 建築基準法のような法律だけじゃなくて、ね、こういう施工例だとかあるいは施工規則とかもちょこちょこね実は中で出てくるんですよ。ね、あの全部がそれぞれの法律だけじゃなくて、ね、こういう施工例とか規則も出てきます。でそもそもこの法律とか施工例とか規則どう違うのこれをちょっとまとめただけなんですよ。だからちょっとこれ一回見とけば OK です。法律は当然、ね、衆議院参議院の国会の、ね、この議決によるよ。であと施工例っていうの。 これいわゆる政令ってよく言われるんですね。この政令の政というのはこれは政府を指します。政府だから内閣です。内閣が閣議決定して決めるよ。で、あと施行規則でこれ省令って言われます。これ省ってことだから大臣ね担当大臣が決定するよってことです、ね。こんだけで一回頭を通しておけばオッケーです。でですね。まあざっとねお話ししてきますがどんな感じでしょう。ねあのこれからね皆さんが勉強していかれるそういう行政法規。 いっぱいありますけども、それを勉強する上でね。やっぱりちょっとね。事前に準備しておいていただきたいな。そういうね。知識もあるんですね。それを今この参考資料の1でご覧いただきました。で、ちょっとちょっと一息入れましょう。